第3試合20分一本勝負を行います。青コーナー175センチ、 91.7キログラム、 リグスジャパン坂田渡る。赤コーナー188センチ、 95キログラム、 リグスブルガリア、ボリス・ジュリアス・ボフ。第3試合です。この試合も20分一本勝負です。リングス・ブルガリア、ボリス・ジュリアスコフ対坂田を渡る。99年の3月 NK ホールジュリアスコフが今朝固めで勝利しています。この試合中に坂田はあばらを骨折させられてしまいました。今回は本当にこう気持ちを込めて相手を殴りたいんだと、はい、こう言い切っている坂田選手。そうですね、2週間ぐらいですね、ずっとなんかこう人を殴りたいという仕事に駆られているそうですよ。前回ね、放送席に来てくれましたけど、やっぱり戦いたいですと言ってましたから ね、はい、そうですね。タイソンのビデオも随分見たらしいですね。あ、そうですね、はい。マイク・タイソンのビデオ打ち方ですね、はい、タイソンの打ち方で今日は攻めてみたいと言ってましたね。ああいうまっすぐ打たなくてもいいんだと、はい、振ってけばフックでもいいんだと、そういうような感じでね、言っていましたけれども、さあどういう対戦になりますか。相手のレスリングテクニックは一流であります。タックルは効かないでしょうと自分で言ってましたけれども、おっと飛びましたね、取りましたね。あ、いや、首を掴まれています。身長差がありますので首がどうしてもかかってしまいますが、まだ試合は流れています。切れてはいません。もう早い動きです。ジュリアスコフ。ああ、足を取りだ。さあ、足を取りだ。これで決まりだ。速攻だ、速攻だ、速攻だ。さあ、アキレス腱が止めに入る。坂田が速攻勝負です。また先を走ってる。エスリープだ。ああ、惜しかったですね、今ね。そうですね。暴れまして、ポイントはなんとかずれていましたけれども、危うしジュリアスコフ。まず先頭は坂田が取ったと言ってもいいでしょう。坂田選手の胸周りが随分膨らんだそうで、気をつけすると脇が開いちゃうんだそうです。はい、そうですね。このずっとウェットレーニングかなりやつみたいなんで、はい、もちろんその自分の武器としてるそのウェイトをつければいいんだということなんですけれども、ただ膨らましただけではありません。なんとなく今朝固めの体勢に移行しようというこのジュリアスコフ。前回の技で勝ってますからね。そうですね、前回その今朝固めておられたわけではなくて、はい、肋軟骨というのはその前の試合から痛めてたらしいですね。その前 の、 ショーン・アルバレスと の、 バーリトゥの試合ですね。あの試合で一斉に痛めたそうですね。肋軟骨を痛めてて、そのジュリアスコフに戦に移ってからさらに試合中にこうやられたと、はい、そうですね、いうことですからね。もうこれ以上我慢したらまずいと思ったので、はい、もうタップギブアップしたということなんですけれども、ね、そうですね、やはりこのジュリアスコがこう抑え込みの力ですね、はい、そちらの方が非常に強いんで、はい、この間も出場したかったんですよと坂田渉は言っていました。これジュリアスコさんはこれ足を取ってどういう風に持っていこうとしてるんですか。気付けながらやろうとしてると思うんですけどね。やりますか、ジュリアスコさんが。まあ、当然ながら採血流れてますから覚えてきているという可能性もありますけれども、はい、前回の対戦が今年の3月、その前は山本と、おお、山本さん、これ決まった、決まった、エスケープか、エスケープです。腕は大丈夫なのか、エスケープ、エスケープじゃないよと言ってたんですが、エスケープを取りました。腕大丈夫ですか。あれまだ ね、落としてないですからね、はい、あれ腕十字かけ、かけられた状態で、はい、よく持ち上げる人いるんですけど、はい、持ち上げて落としたと決まるんですよ。落とす前にこうエスケープしたロープ使ってますから、ね、はい、このジュリアスコフ、まあ、負けは込んでるんですけども、というのもですね、高坂、ヘイズマン、山本と、まあ、技を持ってる選手ばっかりですからね、はい、一概にこの勝敗というのは参考程度にしていただきたいと思います。今アイウステルがちょっと若干ディレイがありましたけれども、両者が入っています、両者入っています。先に届いたのはジュリアスコフ、後から届いたのが坂田。坂田も強かったでしょうね。サラダに言ってます、ね、はい、ジュリアスコフ顔ばっかになってますよ。首、まあ、タイソンビデオの効果があったようです。さあどうでしょう。バックを取りました。まず自分がロープを背負います。ジュリアスコフ、ボディコントロールはこれは展開一品でしょう。そうそうそう、そうですね、まあ、坂田選手も言ってるように、ね、通常のレスリングの動きとは違うポジショニングやると、いうとですね。あ、向こうには田村選手がいます。何かこうセコンド陣を見ますと顔見せ工業のように入れ替え立ち替わり、いろんな選手が、はい、ね、出てきてくれます。ただ10時ですね。おっと抜けた、
リストバンドを投げ捨てたようです。うんと、おお、これすごいとしますね。そうですね。単純にそのパワーあるんでしょ。ありますね。はい。この程度ありますね。はい。まあ、その音とその効果、効きというのはまあ一概には比例しないですけれども。はい。アクション。まあ、このジュリアスコールっていうのはなんかこう強くなる素養っていうのがすごいありますよね。ありますね。もうちょっとこうグランドの技を覚えれば、もっと強い選手になると思うんですけどね。決めの技ですね。ですね。そうですね。決めの技が今一つね、はい、出ないとですね、初来日で高坂と30分になりませんよ。はい。大阪選手は何をやろうとしますか、これ。あ、ディフェンスですか。いや、あの三角形。あ、なるほどなるほど。あーっと取れませんでした。相手も知ってますね。相手は頭を抱えています。この体勢だともう三角か、下の十字しかないですよね。はいはい。潰しまして、相手のグリーン体勢、抜けました。おー、これは随分きつい体勢になってますね。ギブアップするほどではないのかもしれませんけれども、坂田苦しいですよ。坂田ロープ探してますね。いやー、そうですね、肩がついてる状態です。これでアルスリーがポイントが取られていくんでしょうけれども、きついこれは決まらないんですけれども、きついですよね、やっぱりね。それ動けないですからね。かけた方もどうするんでしょう。このままで決まりませんよ。時間だけがいたずらに流れていきます。エスケープじゃないのか。ちょっと今和田さんもフェイクかけられまして、 S2 まで行ってます。エスケープです。ここでエスケープです。坂田が初めてロストポイント。あのブルガリア勢の特徴でやっぱりこう決めるというサンボのテクニックはね、あの持ってない選手が多いですからね。この辺何かこう学んでいくと非常に強豪チームになることは間違いないんですが、レスリングテクニックはもう非常に豊かな素質豊かな選手がいっぱいいます。あ、立ち技に移行してきました。このジュリアスコスも焦点払っていますが、理にかなっているものなんですか、打ち方を見ますと。ジュリアスコスですか、あまり打ってないから分かりませんかね。確かに力がまずありますし、あとまっすぐですね、打ち方が。はい、やはりストレートですね。ですから坂田選手はフック系ですから、先に当たるのがありますよね。今キャリア見ましたら、ジュリアスコスはあの最初は合気道を学んでるんですね、2年間やってます。それからレスリングを始めています。レスリングではブルガリアのですね、ジュニアチャンピオン、それからその上のチャンピオンにもなっています。せっかくこれだけですね、こう抑え込む力と技術があるんですから、こう決める技術がないともったいないですよね。誰か教える人いないんですかね。まあ、それぞれのお国柄、チーム柄ですから何とも言いませんけど、あとはこう力づくと決めるしかないですよね。今今十字ですね。十字ですね。おーと、おいおいという和田さん、おいおいとマッチョスタイル。まあ、中島は俺に任せろって言ってましたからね、試合前に。いや、それよりもジュリアスコフちょっとうめいています。だいぶやっちゃいましたね、これね。痛いですよね、かなりガッツリ決まりましたからね、持ち上がった状態、これ体重もかかったわけですから。さあ、ノリノリ状態は坂田渡るであります。ノリノリですね、本当に。まあ、来ても今日は1試合目で上山とか、ね、前の試合で滑川とかもすげえいい試合したから、いいけど気迫見せてくれたから、ここで俺が途中で諦めたらもう示しつかねえなと思ったんで、まあ、そういうためにも、まあ、日本人選手と底上げっていうんですかね、みんなそういう意識を持っていかないとダメだと思うんで。